一体トゲガールらしさって何なんでしょうね。お二人は何だと思いますか。なんかエリちゃんと楽しくおしゃべりしに来てるって感じ確かに放送って感じよりね。なんて言うんだろう、本当だったらきっとさ番組ってさ、なんかここが私たちのいいところだから、こういうとこ見せていこうねみたいなさ絶対そんな感じのさ何かがさ根幹にあるはずじゃん、ないじゃん。ないね、喋っていきますみたいな、ね、エリちゃんとお話できる。うわあ私そうトゲガール始めた理由もさ、ね、なんかね、そうエリちゃんと番組がしたいから、アキちゃんと番組がしたいからってあの清い頃の時代の私は言ってました。今清くないだいぶだいぶ変わっちゃったなって。だいぶ清くないの。なんか毒された気がするよ。なんで私の元に。なんで私私じゃない私じゃない。いや鈴元にはだいぶいい感じになんかぐわーって染まってった気がする。いや例えば例えば、なんか規制発するとか。ちょっと待って そうそんな、割とトゲガールで成長した気がする。本当、それはいいことじゃん。まあ確かにね、いろんな意味でいい意味もう悪い意味も悪い意味でなんかいろいろ成長したなっていう感じはするけど、まあなんだかんだ楽しくやれてるからいいんじゃないかなって思いますけどね。私のことがね、大切、鈴本のことを大切に思って尊敬しているからこそなんか似てきちゃったんだろうね。